はい、こんにちは。東京幻想です。今日は5月14日の金曜日で、いよいよ釣りをしに来ました。今もう夕方の4時ぐらい、あもう4時半ぐらいかな。ここはね、丸子橋の後ろに走ってるのが、東横線かなの玉川駅の近くなんだけどね。そうそう、あのシンゴジラでゴジラが暴れてたのがこの後ろの武蔵小杉ですね。後ろに見えてるのね。じゃあちょっと釣り場を探してちょっと移動してみます。もうだいぶ夕日が傾いてきて、大体こう日没のね、あの夕まずめっていう時が一番うなぎが釣れるんですね。じゃあちょっと行ってみよう。この間言ってたあの堰ですね。で、あ、見えるかな。で、あそこら辺は結構シーバスを釣る人が多くて、で、あの堰より向こうにこう魚が上がって遡上できないんで、まあ、うなぎをはじめ、シーバスやらちょっと海からこうやってきたあの生き物たちがね、これ以上上に遡上できないんですね。なので、まあ、ここら辺一帯が、そういう釣り場として、まあ、たくさん魚がいるといったような状況なんです。まあ、ちょっとここら辺でちょっとうなぎを釣ってみようか。まあ、大体ね、今までちょっと去年は行ってないし、おととしはちょろっと行ったかな。だからあんまり最近ちょっと釣ってなくて、で、まあ、今年もちろん初めてなんだけど、3、4年ぐらい前にね、すっごい釣れて、すごいいい思い出の場所なんだけど、ただまあちょっとこの時期にね釣れるかどうか実際わかんないからやってみます。でもさっき釣具屋さんで聞いたら、なんか最近ちょっと釣れてるよって聞いたから、まあどうでしょうね、楽しみにしててください。じゃあ行ってみよう、行ってみようぜ。はい、じゃあ今日はここでやりますね。なんかちょうどいいベニヤもなんか起こしてたんで、この上で撮影台をちょっと携帯置いてちょっと撮ってみます。でね、道具ね、釣りの道具紹介します。でまず釣り竿が今入ってる、これこういうもんなんか子供用の安いやつね、980円ぐらいでセットで売ってるやつです。でそれをもう一つ2本、あもう今ちょっと出しちゃったんだけど、これもう1本、それと餌、まあ、うなぎの餌ね。でまあこれちょっと保冷剤を、水すぐ死んじゃうんで保冷剤の上にこう置いといて、エリアス と、まあ、こういう針ね、まあ、重りとかそういうちょっとしたやつ、これだけで。大事なのは、まあ、これ救命胴衣、これは一応川沿いとか海とか防波堤とかで釣るときは、釣りやるときは救命胴衣を使ってください。それから一つ一番大事なやつが、多摩川でね釣りをやるときには、まあエリアが決まってるんだけど、こういったね遊漁券っていうのが必要なんです。でこれは地元の釣り具屋さんで売ってるんだけど、釣りをやるにはね必要なんで、こういうの持ってなきゃいけない。でまあ鮎とか船、オイカはウナギ、そういうのを釣る目的の人は、これが1年間有効でだいたい5000円ぐらいするんですね。そう、こういうのちゃんと携帯しなきゃダメです。
じゃあ早速、あ、じゃあ次ね、仕掛けね、うなぎ釣りの仕掛けで、もうこれはお家でやってきてるんだけど、そう、まあここから糸がこう、あ、ちょっと説明が分かりづらいな。でこう、まあ先、一番先これ針、これが針ですね。まあここにミミズをつけてぶん投げます。で針の糸がこう来て、これまあサルカンがあって、こんな針がこうなっててこうサルカンがあって、僕はもうめんどくさいからここのまま直接この重りをね通してあるんです。こう中通しの重りになってて10号だね。これを投げると。でまあうなぎがこうここに食いついたらこう伸びるようになってるの。スーッつって。そしたらこの穂先がこうピン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 って反応するんで分かりやすいですね。あ、これ先っぽが折れてんだね。まあいいや。そう、これを2本、まあ、ここら辺に、まあ、置いて、あとはただひたすら待つだけって感じです。これで釣りますよ。なんかうなぎじゃなくてもいいからね、なんか一匹でも釣れればいいんだけどな。今ね、5時45分ぐらい、まあこれから今ちょうど夕日がね今見えてると思うけど、あと 2,30 分で沈むと思うんだよね。そしたらまあだいたいそのぐらいが一番魚の活性が上がって、釣りやすいっていう夕真面目ってやつですよね。じゃあもう少ししばらく待ってみましょう。さっきなんかおかしいな、魚のなんか食べた後みたいになってたけどね。じゃあもうちょっと待ってみよう。はい、現在6時40分です。もう太陽は完全に、夕日は完全に沈みまして、まあ、あとここから1時間ぐらいですかね、はい、もうしばらく粘ってみよう。あ、かなり綺麗ですね。わあ、水がすごい綺麗。このね、魚釣れなくても今日はいいかな。なかなかこういう景色は見れないからね。はい、お疲れ様です。今7時半ぐらいです。もう辺りは真っ暗になっちゃって、ちょっと肌寒くなってきました。あ、やっぱり今日ダメだったね。なんかな、早すぎると思うんだよね。まだ時期的にね、もう全然竿も動かないし、なんか魚にこう食べられてる感じも、もう全然ないからね。でもね、
結構20-30センチぐらいのなんか大きなシーバスかな、あれは結構バシャバシャ跳ねてて、7時ぐらいはすごかったですね。もうここら辺の水面が一斉になんかバシャバシャなってて、あすごいな、これ期待できるなって思ったんだけど何も釣れないダメだ、期待させてしまって非常に申し訳ありません、今回は完全に坊主って感じなんかな、まあ景色が、まあ、タイムラプスとかなんか一生懸命さ暇だから撮ってて、まあその映像は結構楽しめたかと思うんだけど、こういうの釣り岡とかマジすごいよな、俺好きで結構見てんだけど、やっぱな、なかなかこう釣れないね。はい、じゃあまあそんなわけで今日はここまで、長い間お付き合いいただきありがとうございます。まあ編集してだいぶ短くするんだけど俺は結構長かったんだよな、3時間ぐらいいたからね。まあ釣りってこんなもんだよね。はい、じゃあ帰ります。今日も一日お疲れ様でした。またねー。